英雄啊，你总算醒过来了。花儿，来，哎，哎，坐大娘身上。大嫂，你说这仗都打完了，山王咋还不回来呀？你说，他会不会？别瞎说。那山王是干啥的呀？他是打猎的。咱这山头，他闭着眼都能转三圈，他能有啥事儿啊？别瞎想，啊！哎呀，干啥呀？哎，这啥呀？给。仗已经不打了，你都安心在这好好养伤吧。花儿，别打扰叔叔休息啊。諸君、我々は間もなく紀宝港に攻撃を仕掛ける。これは君たちにとって初めての戦場だ。我々は3日以内に必ず紀宝港を落とす。だがその前に、君たちの度胸を鍛える絶好の機会を得た。今君たちの目の前にあるのは
的だ。今からこの的を使って練習してもらう。見本はさっき見せた。次は君たちの番だ。おい。はい。あのシナジンを必ず刺し殺せ。行け。莹莹啊，你咋起来了？那我去弄点吃的，你回屋再躺会儿吧。哑巴叔叔，我带你出去玩了。
呀，叔叔，你怎么哭了？给你喝，喝喝喝完喝完酒。娘，爹什么时候回来呀？哎，爹，过两天都回来了啊。英雄，你多多吃吃点啊，多多多吃点，多下多下。哎，我们为了感谢英雄啊，我挺高兴，给大伙唱个歌啊。修容道架住了梨花的银枪杆，小将军你住手吧，你且消停。奴自幼读过诗书学过武艺，朝夕文武夜习武，处处的乐舞学会跳的是啥舞呢？还挺好看。我觉着好像不是咱们这票的。是嫂子？咋儿不像啊？人家是啥人呢？啊？人家那是英雄，有啥不对劲儿？没事儿啊。冯莲，哎，你没觉着他的脸在你们住着不对劲儿？他在家住了也有段日子了，没觉着有啥不对劲儿的呀，都是老爱点个头。村长，你啥意思？你说说呀。红头子，你别抽了，琢磨啥呢？说句话。那个前天我上县里赶车去，他们那人说那啥人那点头啥的。啥人？你说呀。说啥呢？说呀。说实话呀。那是说
你说有啥不敢说？大水，你说说说，有事你说呗。日本的啥？日本的？你可别瞎说啊！那日本的你见过咋的？我也听说。这话可不能瞎说呀！那真要是日本的，那是杀人都不眨眼。要是让我说的话呀，我看着不像，八成是杀日本的杀多了，鬼附身了。中堂北斗内侧三台，神水聚会诸聚请来，长清长静大天柱。男の子でも女の子でも元気なおばちゃんだったらどっちでもいい。いい子だ。お父さん、生きて帰ってくるから。ねえ、ねえ、うん。
娘没事儿啊。谁呀？长时间你干啥差去了？哎，别动人家！哎，石头，没事。到山里边打猎，碰到一帮日本子，拿刀给捅了一下。日本子？日本子？山王，咱们把这个事儿告诉大英雄。让英雄替你报仇去。大英雄？嗯啊，大英雄，大英雄。啥大英雄啊？我咋知不道呢？咱们村里来了个大英雄，都在你们家，你知不道？哎，冯莲没和我说呀，那英雄搁哪呢？都在你们家呢。呀，英雄回来了！村长，你看，英雄，那个凤莲他男人回来了，咱们中午做点好吃的，咱们喝点酒。那么请，往里请，请。这手咋这玩意儿这么脏呢？快去洗洗去，快留下。山王，山王，哎，英雄来了。哎呀，快进来。来了，英雄来了。好，山王啊，哎，村长，你看谁来了？哎，大英雄来了。哎，大英雄，红莲呐，哎，给我们做啥好吃的了？
你是日本子？那你因为啥上我们这儿来了？私の名前は石橋健太郎です。日本で美術の教師をしていました。悪意を持ってあなたを傷つけたわけではありません。あなた方は私の命を救ってくれました。本当に感謝しています。ありがとうございました。你说啥呢？我们听不懂。别听他放屁了。是的，咱杀了他。啥？我下不了手，我下不了手。还没干啥坏事，凭什么杀你？杀人得有个理由啊。咋人？没人杀是吧？叫着他没干啥坏事是吧？知道他咋杀我们的人吗？啊！我们被抓过去，绑树上面，一刀一个，一刀一个，咱们眨过眼吗？啊！啊！小王，小王，不中！啊、要杀也得把山东命没了，明天咱们再说。大伙都散了吧，散了吧，走，沙棒跟我走。准是看这架势跑了吧？要是猎哥把他杀了，他跑了了。这哪忘的？谁忘的咱？真胆子大咱！别吵吵了，等着村长来了再说吧。村长，村长，快点看看，那人跑了，村长。村长，你看看。这肯定是让人放走的，是我放的。你把他给放了，那他要带日本人来祸害咱村，咋办？我想他不会那么没良心。大伙子散了吧，散了吧。
少佐、航空機による調査の結果、中国軍は停戦協定によりて頂上より南に撤退いたしました。ご安心ください。少佐殿、第八連石橋が戻りました。下がれ。はい。武田君、俺だよ、石橋だよ。貴様が所属した部隊は全滅した。貴様の礼拝はすでに靖国神社に飾られている。貴様は故郷のようなはずだ。なぜここにいる？なぜシナ人の服を着てるんだ？なぜだ！彼らに助けられただけです。貴様、あの戦でどれだけのものが命をなくしたか分かってるのか！自分は承知だと彼らに助けられました。でも投降しようと思った日は一度もありませんでした。貴様が連れになったのか？違います。彼らに助けられて食べ物を与えられただけです。黙れ！貴様シナジを称えるのか？連れて生きて帰るから。結婚いいだろ。いいな。素晴らしい。素晴らしい。君はいつ千恵子さんと結婚するんだ？俺か。
哦，小子，阿总的还是来说的啊。真的文人的鏡だな。大丈夫か？大丈夫。石橋健太郎。はい。香川さくら。結構。おめでとうございます。ありがとうございます。正式に天の陛下のために身を尽くすことになりました。石橋、本当は入りたいんだろ？この玉なしが。
何をやってるんだ。自分のことは自分でやれ。はい。石橋さん、こんなところ一人で何してらっしゃるんですか。はい、お酒飲みましょうよ。石橋さん、僕たちもうすぐ内地に帰るそうですよね。石橋さん、内地へ何してらっしゃるんですか。僕は内地に戻ったらパン屋さんやろうと思っています。うちの母ちゃん、僕が焼いたパンが一番大好きなんですよ。集合、休め。将軍、まもなく次の戦が始まる。我々は帝国の軍人として決して忘れてはいけないものがある。我々は天皇陛下のためにこの身を尽くす者、日々精進を怠るな。解散。
石橋、もうすぐ簡単だ。慰安袋を慰安婦どもに配ってこい。慰安袋を持ってきました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 。桜、thank you.
お願いがあります。妻は日本に送り返してやってください。自分は何でもしますから。石橋健太郎、立て。桜。健太郎さんへ。
あなたのことがあまりにも恋しくて、中国に行けばあなたに会えると騙されてこの国に来てしまいました。何度もこの命を絶つ決意をしたけれど、そのたんびにあなたの姿が目に浮かび、今日まで生きてきました。けれど夢にまで見たあなたが目の前に現れた時、分かってしまったのです。もう過去に戻ることはできないということ。私の心も体も汚されてしまいました。こんな私にはあなたの愛に応える資格がありません。私の身勝手と弱さを許してください。こうするより他に方法がなかったのです。健太郎さん、約束してください。あなたは強く生き抜いていくと。見て、私たちの娘よ。あなたの帰りを心待ちにしているの。あなたにそっくりでしょ、健太郎さん。さようなら。石橋さんじゃないですか。行きましょう。しょ。次の組つけ、気を入れろ。よーい、一、二、つけ、引け。一、二、つけ。貴様何やってる。使うか。申し訳ありません。これを貴様の敵だと思い刺さなければお前が殺されるぞ。分かったか。はい。続けろ。引け。一、二、つけ。
来。快点，快快！こいつを連れて行け。女を助けたいのか。貴様、帝国の恥さらしめか。何様のつもりだ。助けるんだ。助けろよ。助けてみろよ。おなしくしろ。助けるんだろ。
離れなきゃダメだ。
してどうして我々はここにいるのか。どうして罪のない人々を傷つけるのか。自分たちを愛してくれる人々がどうして離れていってしまうのか。戦争とは何か。我々はこれから何を信じ、どこに行くのか。